さあ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 、いやさあ、さあ、さあ、よっしゃな、いやー猫餌すごいな、自分で言うのもないけどすごい量やね、猫餌1回で買う量が4000円ぐらいは買ってるもんな、平均して。で、平均して4000円ぐらい払って、猫餌に4000円ぐらい払って、3日ぐらい、3日持てへんねんな、あれ。猫餌が4000円ぐらい使っても3日持たない、多分持てへんはずやね。すごい食欲やで猫ね、冬は特に、冬はね、寒いせいもあってすごい食欲なんとね、体がね大きくなってんね、一回りぐらい、あの脂肪かなんか蓄えてんねやろな、うん、すごいね体がね、大きくなってるわ、一回りぐらい大きくなってるもんな。で、毛並みがいいねやんか、ほんでご飯結構食べてるから毛並みがよくって、でさらにやねんけど、顔がね、アメショウのその顔やねんな、あれ。アメショウのあのオスだから、お父さんアメショウやから、オスはねスコティッシュでもね、みんなおまんじゅうみたいな顔やねん、バーンってでっかい横長の顔で、男前やなーってね、思わず飼い主の僕がやで、飼い主の僕が見ても男前やなって、オスは。で、女の子の方やな、メスの女の子の方は、女の子の方はね、逆にちょっとね小ぶりやねんけど、オスと比べたら小ぶりやねんけどね、ちょっと可愛らしい丸い顔してんねん、女の子は、アメショウは。だからスコティッシュもそうやねんな、元からお母さんも、スコちゃんもあれやねん、アメショウベースやからやねんな、元が。で、今もすごい食欲やねんけど、ご飯たくさん食べてお腹いっぱい食べてるせいかしらやけども、マックスなぐらい、アメショウのそれやアメショウのそれやねん、すごいね。もう最近んで朝やな、今日も申し訳ないことしてんけど、朝起きるやん、朝起きて1回降りて、1階に降りて、でストーブやな、夜中に暴れてストーブが止まってるから、ストーブつけたらあったかい風が来るんやね、ファンヒーターやから。ストーブじゃなくてファンヒーターやから、1階はファンヒーターから、あったかい風がわーって来るやん。もう僕らももう身動き取られへんもんな。で、いつもはさ30分もしくは1時間ぐらいかな、猫が集まってきてんねんけどやで、石油ファンヒーターに当たりながら寝てるもんな、下で二度寝して。今日もだからほんまやったら7時ぐらいに起きてんねんけど、7時ぐらいに起きてんねんけどやで、7時に起きてもやで、そのままあれや、そのままもう石油ファンヒーターに当たって、で、あーってうとうとして気がついたらもう9時半みたいなね、かわいそうに2時間ぐらい生殺しやみたいなそっからあれやで、猫やな、猫は猫ご飯もらって犬もやって、で一通り終わったらまた2階に上がんねんけど、またそれで朝ごはん食べた後また寝るんよな。で、気がついたら1時半とか2時ぐらいになってるみたいな。なあ、なんやろな、最近朝起きたらね、プラモデルがひっくり返ってる時あるもんな。多分ミケネコスコティッシュがなんか夜中暴れてんねやろな、あれ。朝起きたらプラモデルに埋まってる時あるもんなプラモデルに埋まってんねん、自分が見えへんねん、朝起きたら真っ暗やったりとかね。今日もだから朝起きた時に
10個ぐらいプラモデルはひっくり返っててやで。で、プラモデルの下敷きやな。プラモデルの下敷きになってるからやね。もう、かなんで、もう片付けてきれいにしなあかんねんけど、棚にきれいに積んでもやで。ちゃんときれいに積んでも、たくさんあるから、猫が乗った時にひっくり返ったら最後、連鎖的に倒れていくのやな。ドミノみたいになんかこう。かんで。アイドリングストップするんだよな、これ。よいしょい。